はい、どうもこんにちは、染島です。今回はですね、なろう界隈のツイッタースペース、こちらがね非常に面白いというお話をしていこうと思います。まずはじめにですね、2021年の5月からツイッターでですね、スペース機能というものが運用開始されました。こちらがですね、ナロー作家、ナロー以外の格読むとかアルファポリスとかで書いてるウェブ作家も含めですけれども、こちらの界隈で非常に今スペース機能盛り上がっております。で、内容もですね聞き応えがあって非常にどれも面白くてですね、今回はですね、こちらのスペース機能、ナロー界隈における魅力というものをね今回紹介していこうかなというふうに思います。今回のね内容の面白い理由ということでポイント2つ挙げてます。まず1つ目がですね、書籍化作家が積極的に運用しているということ、それから2つ目が創作論をプロから直で聞けるというところでですね、2つのポイント、こちらを注意点も合わせて解説していこうかなというふうに思います。今回の内容を聞くことでですね、ナロー作家、ウェブ作家のスペース機能活用法がわかります。そしてメリットとか注意点も合わせて見えてくるので、ぜひ聞いてみてください。よろしくお願いします。まずですね、スペース機能とはそもそも何ですかという方に向けて、Twitter のスペース機能について簡単におさらいしていこうと思います。このスペース機能とはですね、音声によるリアルタイムの交流ができる、Twitter の機能ということで、主に主催者、これがホストと呼ばれまして、主催者と一緒に話す話者、こちらスピーカー、そしてそれをただ聞いてるだけのリスナーという、3つのね役割といいますか、ポジションに分かれてね運用されていくんですけれども、でスピーカーになりたい場合にはちょっと招待制の場合があるので、それは招待されないと参加できないんですけれども、リスナーとしてだったら誰でも参加することができるということです。ホストはですね、フォロワー数600人以上ということで上限があるんですけれども、こちらが2021年5月現在の情報ということで、で噂によるとですね、今後制限は緩和されるということで、今フォロワー数が少ない方でもですね、後々スペース機能の方でホストができるようになるかと思います。でこんなスペース機能なんですけれども、じゃあこちらの魅力ということでこれから語っていこうと思います。まず一つ目がですね、書籍化作家が積極運用ということで、今こちらのねスペース機能、非常にね書籍化作家同士の対談っていうのが活発に行われてます。今までですね、プロ作家の生の声を聞くっていう機会は本当ね少なかったと思います。例で挙げるとしたら、イベントに行くとか、あとは、ゲスト出演してるラジオを聞くとか、あとは雑誌インタビュー、一部の人はね YouTube とかも一緒にやってたりするんですけれども、どちらにせよ機会は少ないし、内容が編集されている場合とかが多いので、機会としてはやっぱり多くはないということです。その点ですね、スペース機能ではですね、頻繁にですねこの書籍化されたプロの作家さんのノーカットの話っていうのが聞けるようになってまして、でこちらですねスペース内では、クリエイターの境界っていうのが結構曖昧なので、ナローとかウェブから出てきて、プロデビュー書籍化された作家さんっていうのはもちろんのこと、そこからプラスでですね他のジャンルの創作者との交流っていうのもあるのが非常に魅力的になってます。で、他のジャンルで一番多いのはやっぱりそのラノベの新人賞出身の作家さんっていうのが、割合としては一番多いかなという感じです。あとはそこからプラスで、編集者さんとか、あとはイラストレーターの方とかも、参加してる場合がありましたので、そういうところとね、自由に対談して、ノーカットの話が聞けるっていうのはね、これはね、非常にね、スペース機能の大きな魅力だなというふうに思います。そして二つ目、創作論をプロから直で聞けるということでですね、プロ作家さんがですね、スペースで、主に何を話してるかっていうと、大体みんなですね創作論について盛り上がってる場合が多いです。やっぱりですね、みんな自分の創作論をね語りたいんですね。自分なんかもね YouTube で語ってるので気持ちがね本当にすごくわかりまして、やっぱり長く書いてる人ほどねここら辺の気持ちってわかるんじゃないかなと思うんですけれども、プロの創作論っていうのはやっぱり面白いですし非常に勉強になります。だから初心者の人こそねぜひどんどん聞いてほしいなって思うんですけれども、プロの創作論っていうのはこう厳しい業界を生き残ってきた人たちのノウハウなので、創作論としての強度っていうのが全然違うんですね。だから非常に信憑性が高いと言いますか、実践できる内容になってます。で、あとはですねありがたいことにですね、作家側からですね質問を受け付けている場合っていうのもあります。
そういうねスペースの場合でしたら、まあリアルタイムで直接質問ができるので、これは大きなメリットだと思います。で、質問の受け付け方っていうのは様々なんですけれども、まあ基本的にねスペースの機能としてそのスピーカーとして参加できるようになってて、そこでその発言できるっていうのもあるんですけれども、まあそういうのがね苦手な人向けにですね、例えばツイッターのリプライとか DM とかで質問を受け付けますっていう風にやってる方もいらっしゃいました。で、こうやってリアルタイムでですね聞ける内容っていうのは本当に実質的な最新情報なわけで、で、しかも直接プロから聞いてねその答えを聞けるわけですから、この機会っていうのはね非常に貴重だなというふうに思います。だからどうしても聞きたいことがあるっていう人はですね、ぜひこの機会にですねスペース機能の方で、まあ、質問とか受け付けてたらですね積極的に聞いてみるのがいいんじゃないかなというふうに思います。で、あとはですねその書籍化の裏話とかっていうのを語ってる場合もありまして、これも非常に面白いです。まあ例えばですね、そのまあもともとウェブで書いてる人がですねその書籍化するにあたってのそのデビューの経緯だったりとか、あとはそのペンネームの由来だったりとか、そういう話もね出てきて、そういう内容もねそれはそれで非常に面白かったです。まあこのあたりの話も普通じゃ聞けないお話ですからね、非常に興味深かったです。で、あとはですねやっぱりこう創作論以外の話っていうものも当然出てくるんですけども、こちらもね非常に面白かったです。プロデビューしているプロの作家さんっていうのは非常にこう雑学の知識っていうのも豊富なんですね。やっぱりいろんなこと書かないといけないので、まあそういうところのね知識がこうにじみ出てると言いますか、非常にね雑学でもためになる内容っていうのが結構あったりして、そこもねとても面白かったです。で、ここまでですねツイッターのスペース機能の、まあ、魅力というところで語ってきましたけれども、注意点についてもちょっとお話ししたいと思います。で、この注意点なんですけれども、まあ創作論の話先ほどしましたけれども、創作論これはね鵜呑みにしすぎない方がいいと思います。まあ、プロの創作論っていうのはとてもね先ほど話したようにためになるし勉強になるんですけれども、まあ、あくまでもこちらその人の独自のスタイルなので、結構プロ作家さん同士でも、やり方が違ってたりするので、まあ、参考になる部分っていうのが、まあ、たくさんあるにはあるんですが、ただやっぱりどうしても自分のスタイルに合わないとかで真似できない部分っていうのはあると思います。まあ、プロを目指すか否かっていうところでもそのアドバイスの重要ポイントっていうのは変わってくると思うので、まあこちらはですねその自分の執筆スタイルを改善する一つのアイデア程度に考えて参考にしてみるといいと思います。まあ真似てもねもちろんいいんですけれども、無理をしてまで完コピする必要はないということですね。で、趣味レベルで書いている人なんか特にそうです。もう自分のペースでね、やれることだけねこう自分の中に取り入れてやってみるのがいいと思います。で、二つ目なんですけども、時間泥棒に気をつけてください。というのもこのツイッターのスペース機能というのはですね、あのホストが終わらせない限りスペース機能っていうのが終わらないんですね。ずっと実質時間が無制限なので、ですから結構ね 1,2 時間ぐらいぶっ続けでこうみんな喋ってるっていうのが割とザラにありまして、で、それをね全部集中して聞こうとすると本当にね創作に割く時間が逆になくなってしまって本末転倒なことになるっていうこともありますので、これはですね本当にリスナー側でメリハリをつける必要があります。で、あるいはね作業できる人であれば、まあ、作業しながらのながら聞きとかでもいいのかなというふうに思います。ね、あんまり聞きすぎてのめり込みすぎて、あの作業の執筆自体の方がおろそかにならないように気をつけてください。ということで今回のお話のまとめなんですけれども、今ナロー作家ウェブ作家界隈でですねツイッターのスペース機能非常に盛り上がっていますというお話をしました。で、この面白い理由としては書籍化作家さんがまず積極的に運用していて、まあ、プロ作家クリエイターがですね活発に交流しているところが非常に面白いです。で、その中から創作論をですねプロの方から、まあ、直で聞けるっていうのが、面白いところで、プラスでですねデビューの裏話を聞いたりとか質問できる場合もありますんで、これは非常に有益だと思います。で、それから注意点としては、創作論を鵜呑みにしすぎないこと、まあ、あくまで自分に合った執筆スタイルを探る上での参考程度に、アドバイスを聞いてみるといいということです。で、あとは時間泥棒に気をつけてください。結構 1,2 時間当たり前にスペース機能を開いてたりするので、まあ、リスナー側が何時まで聞くとか時間制限を設けたりして、まあ、メリハリをつけて、まあ、聞いていく必要があるのかなというふうに思いました。非常にねこのスペース機能は楽しいし勉強になるんですけれども、ぜひともねやってみる場合には、ご利用は計画的にお願いします。ただね内容はまあどこのねプロ作家のお話も非常に面白かったので、まあ一回ぐらいねスペース機能を覗いてみるとねいいと思います。
ということで今回のお話以上になりますが、最後に宣伝をさせてください。小説サークル世界分岐観測所で私活動しております。あとは小説家になろうでですね、小説を無料で掲載しております。あとはスタンド FM でですね、ウェブラジオを配信しております。こちらは雑談中心の内容になってます。あとはノートを解説しています。そちらでですね、普段読んでいる漫画とか小説の記録を残してますので、ぜひ参考に見てみてください。こちらすべて概要欄に URL 掲載しております。当チャンネルの登録、いいねもですね、ぜひよろしくお願いします。ということで今回のお話以上になります。どうもありがとうございました。